5時15分、おはようございます。これからとりあえず奥多摩小屋行って、七ツ石山行って、それからどうやって帰るか考えます。出発します。飛龍の後ろの方に見えますね。あれ何なんですかね。勉強不足なんですけど、後で調べてみます。富士山綺麗ですね。ここの坂ずーっと降りてくるの、富士山見ながらだから気持ちいいですね。連れてきてあげたいな。さすが富士山とこっちのね、景色をね、見ながら歩けるんで、本当最高ですね。6時15分、ブラザー到着です。とりあえず七ツ石山の方登って、それからあと考えます。ブラザーの方、分岐のとこからね、この七ツ石山の急登登るんですけど、以前ね、降りてきたことあったんだけど、登るの嫌だなとか思いながら降りた覚えがあります。まあ、今回初チャレンジなんで、ちょっと楽しみたいと思います。はい、6時29分です。七ツ石山到着です。昨日はね、この避難小屋と思ってました。この七ツ石山から 35分です。7つ石ですね。数えてみましょう。1 2 3 4 5 6。ほら、水っぽくなっちゃう。いや違う、わけか。6時35分です。7つ石です。1 2 3 4 5 6 7、ちゃんと7つ石ありますね。相変わらずやばいっすね。いつ倒れてもおかしくない。いつまでも持つんでしょうか。不安ですね。一生懸命大事にしてるんでしょうね。6時43分、鷹の巣との方の受走路と七ツ石小屋の前行く道の分岐です。このまま行ったら楽なんですけど、ちょっと水がね、底をつきそうなんで、一回ちょっとタイムロスなんですが、七ツ石小屋に行って水を補充したいと思います。はい、6時52分ですね。向こうから降りてきて、本当にもう5分もしないうちに水場つけました。小屋はね、この下なんで、ちょっとね、大変だと思うんで、すいません。水補給したんで、また登り返して重曹路戻ります。はい、7時2分。最初ね、向こうの重曹路との分岐、こっちに降りてきて、そこの水を行ったんですけども、ちょうどね、降りてきてすぐのところに重曹路の続き、あの分岐があるんで、こっちの方行ってみたいと思います。ラッキー。はい、ずっとね、この先巻き道ずっと来たんですけど、ちょっとね、せっかくなんで尾根歩きたいと思って、そこからちょっと上に上がってきました。尾根を楽しみたいと思います。はい、さっきそこいたんですけどね、そこ巻き道ずっと来て、ここに合流するんですね。はい、
やっぱ少年登ってきてよかったです。気持ちいいですね。ずっと縦走路向こうまで行くんですね。ここはなんか最悪あれですね、ビビ寝できる感じですね。いいな、こういうところで寝てみてえな、夜空見ながら。最高。この道絶対巻いちゃダメでしょう。下歩いてる人いるけど、最高ですよ。ぜひ巻かないで歩いてほしいですね。はい、1時35分、千本ツツジの分岐来てますね。赤さしおねっていうのかな、それがあっちの方だと思います。なんでバケじゃない。でこっちの方行くと高丸山って読むのかな、向かいたいと思います。あっちから歩いてきました。はい、7時46分ですね。やっぱ尾根道気持ちいいですね。次高丸山ですか、行ってみたいと思います。8時7分、高丸山です。相変わらず富士山も綺麗ですよ。いやー疲れた。なんでみんな尾根歩かないんだろう。すごい気持ちいい。向こうから来ましたよ。ずっとね、向こうから来て、向こうずっとあっちの方から来ましたね。ん？あっちかな、あっちですね、あっちの方までかな。いやー疲れた。休憩したらまた出ます。はい、8時21分、お菓子を食べたんで出たいと思います。すごい、これムービーじゃ分かんないと思うんですけど、結構激坂ですよ。転ばないように気をつけよっと。8時48分日陰殴り法、向こうから歩いてきましたよ。はい、ちょっと小休します。はい、だいぶ富士山がね、右手の方に見えるようになってきました。あっちの方ね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、見えるかな、赤い屋根がね、あっちの方にあるんですけども、奥多摩湖じゃないでしょうか。見えるかな、赤い屋根で。これから向かう高野巣です。高野巣もね、巻かないでそのまま上まで登ってみたいと思います。でその後この世を下ってね、多分あれが水なしだと思うんですけども、あっちの方手前ね、行ってみたいと思います。はい、9時15分、避難小屋が見えてきました。向こうから歩いてきましたよ。はい、避難小屋到着ですね。トイレもありますね。まあ、ちょっと休憩して高野山も登りますけどね。はい、はい、10時10分出発します。とりあえず高野山登ります。はい、10時37分、高野巣山です。10時43分、出発します。はい、11時5分、水根山です。手前のね、あの辺の尾根で向きがありました。はい、じゃあどんどん進んでいきましょう。もうね、このまま奥多摩の駅まで歩いちゃうしかないですね。頑張ります。はい、11時55分です。今向こうから出てきました。巻き道と合流しています。この先ずっと向こうの方行くと津石山になります。12時16分、分岐に来ました。はい、
12時21分、宇津石山です。ここからね、バス停の方に降りることもできますけども、このまま奥多摩駅まで行っちゃいます。宇津石山降りてきました。12時26分、分岐出発します。はい、12時54分、分岐です。尾根沿いに行っても下行ってもいいみたいです。ちょっと考えます。はい、杉林の中歩いてます。もうね、日陰なんで気持ちいいですよ。このまま、奥多摩駅って出てますね。このまま、のんびり行きたいと思います。最後まで頑張りますよ。すごい緑が綺麗ですね。なんか下に降りてきたって感じがすごくします。さあ、あとどのくらいなんでしょう。頑張ってきます。26分です、山から下山しました。無事終わってちょっとおっとしています。ちょっとね、動画中小声で喋ると喉がかすれてるのがね、ちょっと私鼻が悪いんで、こう口呼吸になってね、かすれちゃうんですけども、今人がいないんで大きな声で喋ります。とても楽しかったです。以上。